一日寝てたらこんな時間になったんやけど。みんなおはよう。おはよう。めっちゃ寝起き。めっちゃ寝起き。一日寝てたらこんな時間だった。一日ってさ、過ぎるの早いよな。やばない、この誰とも喋ってないか。うちが一番困ってる。寝起き？そう、寝起き。え、やばいよね。全然うち朝のテンションやね、今。うちにとっては今朝やね。全然なんか12時間以上とかいうレベルじゃないねんけど。何時間寝たかも分からんぐらい寝てんねんけど。夜寝れるって、それがさ、寝れるんよ、うち。ヤッホー、ヒサーってヤッホー。みんなヤッホー元気？やっぱさ、寝るのって体力使うやん。だからどうする、ネットフリー TVer。 え、もう全然寝る。全然寝る。え、全然寝れるけど。最近あれやねん、寝すぎて寝れへんわっていう感覚なくさ、全然寝れんねん。髪の毛サラサラやね。そら外出てないからな。明日から体調悪くなるかも。どんなかもや、それ。わ、何これ、バレンタイン。のりさんありがとう、サンキッキュー。もしかして前の配信から1週間経った。え、そうやねん、そうやねん、そうやねん。前の配信から何が変わった？あ、ごめんごめんごめん、めっちゃいらっしゃった、めっちゃいらっしゃった、めっちゃいらっしゃった、ごめんごめんごめん、足当たった、足当たった、ごめん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 。地震ちゃうで今。遅いになると長時間寝れんくなる、遅いになると長時間寝れんくなる。え、大丈夫、ここおっさん多発してる。かんちゃんから篠原軍団のチョコのプレゼントはって、え、何言ってはるやろ。父さん、あ、黄色やん、さすがやな。昨日、今日陽性になったメンバーのいる公園の最前に座ってたから、大丈夫やろ。え、あれやろ、だって今マスクつけてたら濃厚接触者ならへんのじゃん。入居な感じるってさ、可愛いよな。え、もうやばい趣味してんな。うちは毎朝5時半に目が覚めるよ。やっおっさんやけど寝れるで。夜更かししても9時前に目が覚めてしまう。え、なんかみんな大変やな。
すごい人ごとやけど大変大変やんな、みんな。あれ髪伸びたって、うちいつも巻いてるからじゃない、最近ずっとこんな長さ長い。いつからの話してる、先週まあ毎日使ってないし大丈夫だと思うけど、大丈夫大丈夫、もちろん大丈夫よ心配すんなって、でしかもなるときみんななるから、心配すんな心配すんな。眉毛そんなに薄かったっけ眉毛の濃さはそんな変わらへんかも いつもさ前髪でこう隠れてたからさ見えへんかっただけでさ眉毛の濃さはそんな変わらへんよこんばんは、アスカや、アスカやっほー、ちょっとさ寝起きでさ喉開いてないにゃんかあら、まやらへんのって、そのお腹はすくよ、ずっと家でご飯食べてるよ。眉毛は変わってなかった、そう眉毛そんな変わらへんな、うん、はあ、アスカ元気、はあ、みんなおもろいな、なんかネイルなくなったってどういうこと、うん、眉毛ある方やんな、え、ある方ある方、めっちゃ可愛くない、見て、なんかさいつもさこういうなスヌーピーつけるとき、これこういうスヌーピーつけるときってさ、はーちゃんがさなんかこう作って乗っけてくっつけるだけにしてくれてんのね、あ、はーちゃんって言っちゃったそう友達がね、そうやってくれんのよ。でもさ今回前日にやったからさ作ってなくってな、こう一から作ってくれたん、うちの爪に、同じマンションにいる、あ、そう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 、上の階の友達がネイリストやねんけど、でもあれやで、これネイルしてもらうのはーちゃんの職場まで行ってやってもらってるんで、それ家ではやりにくい、しかもあの子の家猫おるからさ、姉ちゃんほう、ね、姉ちゃん、姉ちゃんもう準備しといたスヌーピーおばさんの準備しといた、かわいい、ただって、え、お金払ってるよ、払ってるよ、だってはーちゃんの給料なくなっちゃうやん、でも安くしてくれる、なんか友達料金みたいな、大体さこういうのするときってさ1万円超えるのネイルって、めっちゃ安くでやってくれてる、金額言わんけどめっちゃ安くでやってくれてるよ、女の子って大変だなって、大変よね、でもなんかさあれやん、楽しみこんなんしかないねん、ネイル1万超えるもんなんかって、普通になんかさ安いとこは安いねんけど、それでも
大体あれじゃない、ワンカラーって言ってさ、こう一つの色だけこうパーツとか何もつけずに一つの色だけでも3000円ぐらいはするイメージ。うちは普通に高いとこやったらワンカラーでも5000円ぐらいする。でデザインとかしていくと1万円超えたりして、こういうのとかするとか、あとさ爪割れてる子とかの爪補強するとか、時間は30分ぐらい、これ何や、3時間ぐらい3時間ずっと喋り倒してるだけやねんけど、めっちゃ車検買えるやんって、もうその考え方やばいな1カラーでも5、6000円って、ね、高いとこそれぐらいするよね。なんか安いとこのさ3000円ぐらいのやつさやってたけどさ、ワンカラーでさ持ちが悪くて結局5、6000円のところ選ぶようになってしまうんだね。めっちゃ持ち悪いよね、ガタガタになったりさ持ち悪かったりさ。もうなんかあれじゃない、塗るだけとかじゃなくてさ、こういうの外したりするのとかも時間かかるからねもう3時間で1万、でもこれで多分1万円ってそれでも安いねんで。普通に多分こんなんしようと思ったら全然する、自分ではせえへんの、できるわけないやんな、うち超不器用って知ってるでも1万円したないねんこれめっちゃ安い、これめっちゃ安いねめっちゃ安くしてもらってんの。めっちゃ安くしてくれてる、 ほんまに多分びっくりする金額にしてくれてる、マジっていう金額になってるかな。ってすごい不器用なんでちゃ、なめたらあかんやんな、かなの不器用さな、めっちゃ不器用やんな、ほんま、なめたらあかんで、めっちゃ不器用やから。うまい棒何本くらい、めっちゃ計算しやすいやんめっちゃ計算しやすない、やっぱさ、はーちゃんの営業妨害になるからさなんかに引っかかってすみません取れんようにしてねって、そのためにめっちゃガチガチに固められてる、ガサツなんも知られてるからさ、かんちゃんマジでこれ鼻取れるからとか言われて、単色のシンプルなやつ、あれなんよ、マネキュア自分で塗られへんのよ普通にさこういうジェルネイルとかじゃなくってさ、その自分でさ除光液とかで落とせるマネキュアがあるわけや、あのマネキュアを自分で塗ろうとしてもガタガタになるタイプなの、うち。なんかさ篠原家のさ女性陣って割と器用な人が多いのね姉ちゃんもさめっちゃ器用なのね、でママもめっちゃ器用なの、何でか分からんけどうちめっちゃ不器用やねんな、誰の子、ジェルの値段とか知ってるから人件費足したら赤でやってくれてるの、材料費材でやってくれてる、そう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 、あとその店でやってもらってる分場所代とかもあるよね何かを開封するとき大体雑用なの、うるさ、パパ不器用、パパどちらかといえばさなんかさ几帳面よな、やるとき
パーカーのうちに何か触っちゃいそうよね。それよくやる。ばあちゃんはって、ばあちゃんが何かしてるとこ見えへんねんけど。ばあちゃんってさ器用なの。ばあちゃんって器用なんかな。本当に不器用なのよ。冗談じゃなく不器用なのよって、なんか言い過ぎじゃない姉ちゃん。姉ちゃん言い過ぎやんのこれ。間違いなく言い過ぎやと思うねんけど。じゃあお菓子食べよう。お菓子食べる？もらい物のお菓子あるから食べよう。誰からの遺伝かはっきりしようぜ。え、マジ誰の遺伝なんかわからんぐらい。え、篠原家結構みんなさ器用やんな。え、でもなこれだけは自慢していい？自転車のさあの虫ゴムの交換はできんねん。これはじいちゃんに教えられたからできるねんけど、自転車の虫ゴムの交換だけはできんねん。あと料理はできんねんけど、それなんかさ女の子らしいこととか裁縫とかも苦手やし、まあ、できひんことはないねん。ダンスの衣装作ったりしてたからな、できひんことはないねんけど、別に得意ではなくて、なんやろな、あれ抜いて刺すだけやんけ。うん、でそんなことやん。初めて聞いた自分。うちの家系って器用な方やけど、ママの姉妹の中ではママはできない方。あ、まあ確かにね。え、おばちゃんやばいよね。じいちゃんのおばちゃんやばいよね。何でも作れるやんね。いや、ママの一番上の、ママ三姉妹やねんけど、一番上のお姉ちゃんがマジ何でも作れるイメージ。すごいね、裁縫とかがすごい。服の直しとかマジすぐやってくれる。これ美味しいよね、大好きやねん。もらった。いや、なんかさ、なんやろうな、不器用ってさ、何をさ根拠に不器用って言うのか分からへんけどさ、不器用な人っておるやん。かさんの前で湯飲み系もあったよ。それさ、不器用じゃないとかレベルじゃないねんな。ねんねん、そういえばさ、オンホイっていつ届くって、うちんとこ来てないねんけど。何も来てないよ。いつ買った聞いとくわ。聞いとくな。一番最初らへんに買ってくれた人たちはもううち提出してんねんな、結構前に。だから届いてるはず。うちスマイル変えてないで。でも届いてない、うちんところに。書いてくださいって来てない。明日は聞いとくわ。ほらもうこんな時間やからさ。なんかお腹すいたな。お腹すいたな。みんなふたふたしてて買ってないやって。今買ってくれたらスマイルのやつと一緒に聞く。
いやマネージャーやばいやろ、うん、もうやばいって思ってるからもうやばいって思ってるからもうええわ、もうなんかな仕事せよなほんまやばいねんけど、早く食べだとな。ハンディハイブ来てて元君主か無駄あったよな、ある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 、うん、お腹空いてきたから一回食べさせて。みんな最近な、もうなんか事務所のこととか考えたら腹立ちすぎて、なんかイライラしてきてキリキリしてきて、なんかまたうんってなるからもう考えへんようにして、お酒飲むときは一緒にお菓子食べるの、おつまみって、家にお漬物とかがあったらお漬物やし、おつまみ、おつまみが多いな、おつまみが多い、買ってきた早ない、すごい行動力、すごいすごいね。のうち暇やからさ、今みんなうち今月のティップスターも出れへんらしいから暇やからさ、今仕事止められてるから、元気やで言ってんのに仕事止められちゃうからさ、ちょっと今暇やからオンリーファイブ買ってくれたらめっちゃ書いてる、え、めっちゃ書いてるやんな、ちょっとさ届いた人たちさ、今回バリ書いてるやんって思わんかった、え、バリ暇やったからめっちゃ書いとって、なんかお前そんな書くってくらい書いてたやろ、長い文章なんかさ、だから一番コメントスペースあるやつにしといたよって、スマイルには書かへんよじゃあ俺の代わりに仕事してきてって、マジほんまめっちゃ働きたい、うち今だからさこんな時間まで寝るような子になっちゃってさ、めっちゃ暇やもん、暇なのよ、いつもあれぐらいがっつり書いてくれてるやん、ほんまに私の代わりに出勤しといてペンキッタできません、ダメです、2月15日ステージ変更になった、なんか出演できひんからって言われた、舞台降板してるから、なんか責任的にみたいなこと言われた、ちょっとよくわからへんってちょっとよくわかんないですって言っといた全然納得してないんで、ちょっとよくわかんないですって言っといた、事務所で会議して決まりました、ちょっとよくわかんないですね、全然納得はしてないっすって、出演できひんらしい、いやさ仕事ないしさ実家帰ろうと思って、まそんな舞台も結果中止なんで中止になっちゃったよね、めっちゃ見に行こうと思っててさ、連絡した時にはさまだ発表前やってんけどさ、なんかいやーみたいな、できなくなりそうでみたいな連絡来て、マジかって、もうちょっと前から知っててんけどな、なくなることは、じゃあ保育園落ちそうやしベビーシッターしてくれるって全然ある全然ある、給料相談しよう姉ちゃん給料の相談しよう、ベビーシッターなんかおもちゃなんかはさておきさ
3月の舞台卒業式当日だったからスーツで会いに行こうと思ってたのにって。3月の舞台については勝手に降板になってたからってな。もうちょっと何とも言わへんもん。いやだからまあこの感じやからさ、どんな感じになっても楽しもうよ。なんかもうイラってするからさ、ちょっとなんかもう事務所来るからイラってするからさ、もう考えへんようにしてるからイラってするから笑ってるけど、笑ってるけどイラってしてるから。3月はまだ大学決まってないの。え、バンちゃんやで。うちんとこバンちゃん発表されてたやろ、バンの優香って。うちの役はバンちゃんがやってくれます。代わりに写メ送れたんだけど電話写メ送れないんだっけって。それ知らん知らん知らへんし、うち DM 開放してなくない？あ、あれ？インスタ？リクエストのやつ？いや、送ってきてる人いたよ、写メ。何この写メみたいなの送ってくる人おるもんな。ちなみにスクワットマックスター、あ、いる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 。うわ、みんなに言っとかないとと思ってんな。あのスクワットのグッズ何買ってほしいか。アクスタとブロマイド、サイン付きのブロマイドと普通のブロマイドが買ってほしい。まあ、この3つ、うちのところになるのがこの3つ、うちのやつになるのがこの3つ。何になるかはもう言わんとくけど、サイン付きのブロマイドと普通のブロマイドとアクスタがうちのあれになる。うちのあれになるってもう言っとこう。その他のやつを買ったとしてもうちの何かにはならへん。あいたたたたたた、あ、寝すぎたな、体ガチガチ子さんや。最近さ、30分から1時間ぐらいは体動かそうと思ってさ、でさ、なんかあれなの、何かとは言えないけど、ナンパやつですかって。え、それ聞かされてないねんな。でさ、みんなにさ、なんかあともう数ヶ月後ぐらいにさ、みんなにさお話ししないとあかん、お話しないとあかんことがこう出てくんねんけどな、今ちょっと動いてることで。お話しないとあかんことで、それも全部後々の話で今度話さないとあかんなと思ってんねんけど、多分今の感じだと配信媒体がなくなりそうやから、あの今のうちにあのインスタとかをフォローしててくれたらどこかしらでこうお話しできるようにしようと思ってるし、あとなんかその時のようにあれを準備しようと思ってる。オンラインのさ、ズームのさ、オンライントークやってたよ、ちょっと前に、ちょっと前に、数年前にさ、数年前、コロナになってからさ、イベント組まれへんくてさ、オンライントークしてたやんか、あれをちょっと組もうかなと考えてるんやけど、個人的にね。ねえ、このあと暇って、え、うん、全然暇、さっきまで寝てたし。あのさ、電話だよってよさ、エミさん。もう暇やけど、ここ使えんくなるのって。でもなんかあれやからね、もう薄々みんな感じてりゃうちとあかんくなってること、関係性が。でもね、配布されてるアカウントが全部使われへんくなると思うね。じゃあ後で電話するわって。でもまあいつでこう停止されても仕方ないから、
なんかこうね、みんなと話せるところをね作っとかないとなと思って。だからさ、こうなんかみんなと話せるところを作ろうと思ってもさ、そんなすぐにはさ準備ができひんからさ、まあ、その場合はインスタライブとかをすることになるから、あのインスタをフォローしといて、インスタライブインスタそうだからインスタとかをフォローしといてほしいなって感じなの、今のとこ、今の感じ的に。コラボしよう、コラボインライ、え、やりたい、やろうやみさん、はーいとりあえずプレゼント送れるところだけ確保しといてなって。あ、わかった。インスタずっと OK ない、インスタとツイッターに関してはうちが個人的にやってるやつやから、とりあえずもう皆さん、もううちが頑張るんやと思って動いてて。ツイキャス、ツイキャスのやつなんてうちまだあったっけ。ツイキャスっていつやったよ。だってさ、まだ関西おる時にやってたよね、ツイキャスって。ウケる、ツイキャス。あの SNS をねフォローしといて。ショールームも個人のものかと思ってた。え、これだって事務所と折半だよ発動続けるなら問題ないよ。続けるよ、根性で続けるよツイキャスはツイッターアカウントやで。え、あれやん、アプリのやつ消してんねん。なんち今ね、聞こえた、手首のバキって音。手首バキったんやけど。ラインライブもアウトかって、うん、ラインライブはでも多分配信せえへんと思うな。引退しないならよし、いやもう根性で続けるから。マジYouTube っていつやるんですか。そのために、いや今パソコンあれ違うことでめっちゃ動いてる。それのやつでめっちゃ動いてる。 YouTube の事務所企画やからね。エミの引退止めといて、引退したら許さないよね私がそうだね、引退はしないね、引退はしない。あ、ツイッターのスペースね。でもあれ顔見えへんくない。なんか配信アプリさ、まあ、確かにそういっぱいあるやん、あるけどさ、なんかどれにするかとかさ、どこでやっていくかってさ、なんかそんなになんか簡単に決められへんなと思ってさまあ、だからそこら辺は焦ってなくって、別にさ、なんかなんやろ、みんなに課金してほしくて配信してるわけじゃないからさ。ポコちゃん死ぬほど大変だよかな。マジマジにしたわそう、だからさ、別に課金してほしくてやるわけじゃないしさ、ただなんかその仕事につながればいいなとかもさ、いろいろそうやけどさ、かイベントが、自分がなんかやりたいなっていうイベントがどこの配信媒体に多いかとか、あとなんていうの、課金率が高い媒体があんまり好きじゃなくて、なんかさ、無料のやつがなくなってる配信媒体が多くなってきたやんか。
だからね、なんかどうしようかなって考えてて。ハンナさんも辞めるときはズバッと辞めそう。で、多分うち引退報告なんてせえへんと思う。突然言われると思う。これの最後のイベントだよって会いに来てる人たちのチェキの時とかに、ちょうど最後から今までありがとうって突然言うと思う。思ってさ、普段会いに来てくれてる人たちに言えばいいかなと。じゃあそっからこう自然とラストやったらしいって広まりやろ。せんねん3ヶ月前。ねえ、そのさ、引退報告って欲しいもんなん、やっぱり。なんでってなっちゃう？もう全然引退する予定ないねんけどさ。おかしい、もぐもぐし話でも。え、こんな感じで軽く話せるのが一番じゃない？ね、だってさ、ほんまに引退しようと思ったら本当に真剣にさ、喋るやん。大丈夫、うち意外と強いから。ちょっとメンタル弱いねんけど。メンタル弱いねんけど、意外とこうもう強く生きていくタイプだからさ。で、何が強いって、うち周りの友達がやっぱ強いから、もうエミさんを筆頭にさ、うち周りの友達に恵まれるタイプなのよ。引退するときは結婚するときだと思ってるから。え、なんでさ、結婚したら引退せなあかんのってうちずっと思ってんねんけどさ、それについて語らん。え、なんでさ結婚したら引退なの？じゃあ引退と結婚が結びつかへんねん、うちは。え、うちがさ結婚したらさ辛い？え、でもさ、ほら篠原軍団ってさガチ恋おらへんって有名やん。え、こんなにガチ恋おらん人たちおるって感じのさ、なんか、え、多分うちがさ結婚するって言ったらさ、え、マジって笑う人たちばっかりやんか。ほら、だからね、うち多分引退するときは結婚じゃないと思うのよ、うちはね。うち多分結婚報告したら笑う人たちが多発するっていうのを思っとん、うちはね。でも、そう、なんか家庭と芸能活動の両立がしんどいんじゃないかなって。もうね、でもこの仕事好きなのよ。この仕事が好きなの。だから多分できひんくなる方がさ辛いと思うんだよね。旦那の顔見せたって言う。あれおもろいやん。それだ、それはおもろいからいいよ。友達かよ。それあれなんよ、中学からの友達とかの輪の中に、え、ちょ結婚することだって、え、その子見せてっていうやつやん、それテンション。ガチ恋する、何超越してよ年齢的に。あ、そういうこと。え、ちょ、だってさ、こんなにガチ恋さ、引退しないなら結婚も祝福するって。一応落ち込むよ。ああね。でおばあさんになったら貢いでやって。じゃあうちが子供んだら子供に貢いといてよ。
そう、そのテンションで聞くって、そうやんね、絶対友達やったよね。そうね、結婚と引退はうち一緒じゃないねんな。うちさ、しながらなんだろ、テンション同級生うちすっごいさ篠原軍団好きなのよ。えさ、なんか、まあ、エミさんとかもそうやねんけどさ、多分ねすごいファンが好きな人たちってね、なんかファンに対してのね信用度がすごいの。だからなんかさ、別にさあれなのよね うち多分おめでとうとか笑ってくれる人しかおらへんっていう自信があるんやろな。多分アンチが出てきたら篠原軍団じゃないと思うっていう自信があるのよ。なんでか分からへんけど、多分うちが選んだ道を否定する人おらへんと思う篠原軍団。多分うちが結婚するってなった時になんで結婚を選んだのかっていうのを多分考えてくれる人たちばっかりやと思ってんの。いや、あの子が結婚すんねんで多分なんかあったやろなとかさ言われそう、かわいそう、うち泣きそうなってきた。こんなになんか恋愛感あるなんか自分で言ってて悲しくなってきてんけど、何ハンナさんほどファンと近い芸能人おらんよな。自分が芸能してるっていう自覚ないもん。一緒に頑張ってるって感じたしなみ、何子供に見つければで生きてられる自信はないぞ。え、待って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 、うちが産むのどんだけあったやと思ってるえ、なんかさ、ちょいちょいさみんなひどいこと言うよな。うちだって結婚願望あるからね。大丈夫だよ、俺もこの前失恋してばっかだからカンナ絶対年上のと結婚の方がええわ。それはなんで、それはなんでか教えて、早く教えて。なんでさそういうこと言ってさ理由までちゃんと書いといてくれへんの。なんでってなるや、うち絶対理由まで書きなよ。こんな話してたらすぐ1時間ぐらいってくるよな。しょうもな、何この配信、ええげつないわがままえ、ひどない、ひどない。いや、その確かに末っ子やけどさ、え、うち一応人間やで。年上なんかわかるな、あかんか、えげつないわがままって何よ、えげつないわがままって何逆に気になってえげつないわがままって何よ。えげつないわがまま言うたことないねんけど、でもさあれなんよね、兄ちゃん姉ちゃんとさ8歳と9歳さ離れてるからさ、もともと年上の人との方が相性が合うのよ。だからさ、うちがさ仲良くしてる友達とかってさ、それこそ同級生の人たちはさ別としてやで、こっちで出会って仲良くなってるのってさ、それこそエミさんとかさ、ウラリンとかさ、なんかみんな上なのよ。え、もうマジ上ばっかなの。
なんか根本的に上の人との方が合うんやろうなっていうのがあるよね。それこそさ、舞台からさ仲良くなってさ、一緒にご飯行こうとかさ、お茶しようとかさ、呼んでくれるのあれやもんね。だってうち、それこそガスマスク終わってから、あの小島の小鳥さんと監督役やったさ、マイキー役やった小鳥さんと、あと谷口さん監督役やったさ、谷口さんとさ3人でパンケーキ食べに行ったんやけどだからさ、なんかそういう年上の人たちが、かんな最近大丈夫とか、最近あった面白い話してよとか、なんか美味しいもの食べに行こうかって言って連れて行ってくれることがめっちゃ多いからさ、多分もともと年上なんやろうね。マイキーパンケーキめっちゃ良くない？めっちゃ楽しかったよ、うちあのパンケーキ会超楽しかった。10以上上の人はやばいって、兄ちゃん姉ちゃん超えるもん。え、だってさ、うちガスマスクの時さ、一人だけアクションしてなくってさ、一人だけ走り回ってるだけやったらさ、一人だけダントツに筋肉つきとってるなんでお前が一番痛がってんねんって言われた立ち上がってしゃがんでるだけなのに筋肉痛になったからみんなに笑われとった、うちだからさ、なんかそういうのも全部含めてさ、年上の人たちの方がさあれなんよね。これなんかさ、若いさ、若い男性人っていうのは、まあ、若いって言ってもさ、それは20代とかさ30代ぐらいのさ若い男性人ってさ、その女の子のファンが多い方々のね人たちとさ交流があったとしてもさ、うちこう名前出すの怖いのよ、叩かれそうででもさ、なんか分からへんけどさ、小鳥さんと谷口さんは大丈夫そうやなって思うああ怒られそうお前マジって言われそうあの二人やったらなんか別にさうちのこと可愛がってくれててもさ問題なさそうやんかでもさ、その女の子のファン多いたちとさ、こうなんか未だにさ交流があったとしてもさ怒られそうやん、うちそんなこと言うなよって言われそうやん。結構ね、舞台で知り合った人たちね、みんな可愛がってくれる人多いの。そうそう結構みんな可愛がってくれるのよ、なんでか分からへんけど。なんかあれなんやろうね、兄ちゃん姉ちゃんと喋る感じで行くのよ、うちいつも。なんかその兄ちゃん姉ちゃん感がさ強いさ、そのなんか長男長女系の人たちってさ仲良くしてくれるよね。なんでか分からんけど、エビさん長女じゃないけどが綺麗ですねさんが良かったんなら年下でもありなんじゃないって、いやーないなーないなーとか言っちゃった、あー即答しちゃった、ごめん。でさ、最近さ、あのバチェラーを見てたの、あの高校の回、高校の回ね、バチェラー見てたので、さね、あれなの、料理しながらとかで勝手にさこう流し見みたいな感じでさ、そのじっくり見てたわけじゃないのね。だからさ、ちょいちょい見てない部分とかもあるの、もちろんね。でもさ、あの実家に挨拶みたいなさ行ってさ、その男性側の人、バチェラー見てた人おる？バチェラーの男性側のさ
親とねこうビデオ通話みたいな感じで会話した後になんかサプライズがありますって言ってさ、今までのさそのバチェラーのやつのさ写真並べた瞬間自分まず全身鳥肌立ってさ、なんかサプライズあるって写真並べられたりとかして自分多分無理なのよで無理なの気持ち悪いって思っちゃってさ、でもなんかあれなんやろうな、なんかあれすっごいな、なんか世の男性のサプライズってこんな感じなのかなって思ったらちょっとなんか怖くなっちゃってさ、なんか多分キュンってするポイントがうちは人と違うのかもしれへんとさこう自覚してしまったのよね、バチラーでえダメやと思ってさ、じゃバチラー見てた人おらへんの、えバチラーって言った瞬間にさなんかすっごいコメント止まるや、やめてよじゃ暇やからさもう最近そういうのばっか見てんのよ、もうさあの女性がさ喜ぶことってああいう感じなんやと思ったらさ、うちよっぽどさ美味しいご飯並べられてさなんかご飯食べてる方が幸せあんのいっぱいなんか写真並べられてこの時楽しかったよねっていう話するぐらいになったら美味しい食べ物いっぱい並べられてどれ食べたい、なんかお肉お魚何でもあるよとかの方が無理やな、違うんやわ多分、なんか苦手やなって思ってしまったのあれで、でもうちは絶対結婚する、絶対結婚するって決めてるから、その幸せを共有できるのが年上なのよ、そっか、やばいお菓子止まらへん、ああもうでも1時間ぐらい経つ、みんな何の話聞きたい何の話聞きたい、うち最近散歩にハマって筋肉痛になって、やっと筋肉痛終わってきたから散歩再開しようと思ってんねんけど、もうね全然ね何してもね大丈夫なぐらい体力も戻ってきてるの完璧、いやもうねうち元気だよ心配しないでお水なくなってきた、なんかさずっと寝てたのにさ急に喋ったらさ喉ってこんなに枯れんねんな、 いつもさある程度さこうさ喉を温めてからさぶわって喋ってるからさ、こうなんか急にこんなに喋ったら痛くなるんやなって、最近また話題に上がったサイゼリヤにデートで連れてく男的な話やの、えそれどういう話、全然知らへんねんけど、何をデートでサイゼ行ったらあかんっていうこと、早くエミさんとイベントやってって、やりたいよねそれ、ずっと企画したいねんけど、とりあえずコロナどうにかしてくれへん、じゃあエミさんともそれ話してコロナどうにかしてくれへん、マジえどういうこと、でもサイズがめっちゃ気になる、サイズめっちゃ気になんねんけど、どういう話それ。なんなん。いやうちも多分そういうの疎いんやろうな。何も情報入っていてない。なんなんサイゼってデートで行ったらあかんの？なってきた。おかえり。はんちゃんが思い描いてる話で合ってるって。え全然ありやねんけど、うちサイゼほどお腹満たされてお財布からお金消えていかへんお店ないと思ってんねんけど、うちなんすけサイゼ、だってさサイゼってさ普段さ
ご飯食べに行ってさ、ある程度トッピングしてさ、なんかやったらさ、大体高くなってさ、うわあーって思うのがさ、落ちやん。サイズトッピングしてそれでも他の店よりもだいぶ安いねんで。デートでサイズに連れていくような男はしょうもない的な話。ああね、別によくない。お金のかけどころがどこなのかっていう話じゃない。勝負どころでサイズに行くのはあかんけど、別にプライベートでサイズやったら全然よくない。ポンポンヤホン。ああ、同年代中とピンポイント違うわな。たらふく食べさせてくれるところの方がいいわ。なんで？だってさ、高いところ行ってもさ、そんなに自分のさ味覚とさ合わへんようなお店やったらさ、そんなにあれやけどさ、自分が美味しいと思ってるお店でたらふく食べさせてくれるやったらうち全然いいねんな。うちでもサイゼ行くんのやったらカプリチョーズ連れて行ってくれた方が嬉しいかも。トマトとニンニクのスパゲッティとシリアスフライスコロッケと、あとピザ食べれたら幸せかな。で、食後にかぼちゃのタルトとホットコーヒー飲みたいかも。それがあればうち全然いいかな。ライスコロッケ最高ってね。この前カプリチョーザ一人で行っててパスタとライスコロッケ食べてたら、店員のお姉さんにこんな顔された。バレ食うやんと思ったんかな。ええやんな別にな。もうでポイント貯まってたからライスコロッケ無料やったしさ、行こうと思ってさ行ったんよ。じゃなんかこいつバレ食うやんみたいな顔された。考えると価値観の合致。あ、ね、そんなに量あるって。ライスコロッケがこんなサイズやんな。ライスコロッケってな、これ画面上やから伝わらんて。え、結構量ある。だからうち の同じマンションの友達とそのカプリチョーザ行ったとして、その子がライスコロッケ1個でお腹いっぱいっていうぐらい。初回のデートでカプリチョーザあり。え、全然あり。全然ありやねんけど、なんで。え、そんなガッチガチにさ攻め立てられたデートされるよりかさ、気楽なデート最初に組んでくれて、その人の人間性見たんやけど。うち、え、だってさ、そんなさ取り繕ったさ感じでさ初回のデート来られてよ、でさ、あ、なんか付き合ってみたらなんか違ってなること絶対あるくない？じゃあさ、なんか普通なデートしてさ、なんかその時にその人がどんな気遣いできるんやろうとかさ、わかる？そういうやつの方がいいな。なんか高いお店行くとさ、店員さんの方がさこう気遣いをしてくれるからさ、男性側の気遣いってあんまり見られへんやんか。だってそりゃそうやん。そう、なんかサービス料も全部込み込みでやっぱ高いわけやからさ、店員さんがさ教育されたお店に行くわけやんか。それなんやったらさ、なんかそういうさファミレス系のところに行ってさ、店員さんがあんま成り立ってなくってさ、なんかわかる？不愛想な店員さんとか全然おるやんか。そういうところでどういう対応するのかっていう方を見る方がうちは結構いいかも。じゃない？だって不愛想の店員さんやからってさ、すごいタメ口で話す人とかだってさもちろんおるやんか。それはネットでは男性側のイケメン。え、やだの、なんかそんな取り繕った感じで。
全然いい。それなんやったらなんかね、全然いいわって思っちゃうのよね。カプリチョーザ美味しくない？カプリチョーザめっちゃ好きやねんうちえ、めっちゃカプリチョーザ好きなんよ。で根本的にその高いお店の空気感があんまり好きじゃないっていうのはあるかも。うちがあと金を持つと心に余裕ができるっていうけど、金を持とうと思ってさ、こう持っていく人とさ、こう這い上がってなっていった人とさ、もともとお金持ってた人とのさ、根本的なさ精神面ってもともと違うやんか。それネット上では理想の女性だよって、あ嘘、あやった、ありがとう、理想の女性やわうち。コース料理とかあんまり好きじゃない。自分の好きなものを好きなタイミングで食べたいからさ。なんか、あーうちが苦手な男性わかった。焼肉屋をコース料理で注文する人え、だってさ焼肉ってさ好きな部位ってさ人によって全然違うと思わへん？いやそれはさお店によってさその売りにしてるさお肉が全然違うんかもしれへんねんね。でもさこの焼肉をコースでもう予約しとく人がうちはすっすっごい苦手なのよ。うちはうちはねタンを食べてもうなんか一品料理とタンと赤身のお肉だけでいいの。やのにそのなんかコースってさ絶対的によ、焼肉屋にコース料理なんてあれなんかちょっとさ高めの焼肉屋ってさコースでさ食べるとかでさコースあるやん、あの飲み放題付きとかもそうやけどさ、なんかさコースで予約する人もう席のみでいいねん。焼肉屋の予約って焼肉屋をコースで予約する男性がとことん嫌い。うちは、はあ、これもうこれはほんまにそう。だってさ締めの料理とかもさ選ばれへんねんで、自分が食べたい肉を自分の食べたいタイミングで食べられへんねんで。うちは絶対焼肉屋に行ったらもやしナムルを食べるって決めてんねん。でもさなんかさそれがさすっごい苦手なの。だからなんかわかる、こういうのを全部こうさリサーチした上でやってくれる人やったらうち全然いいわ。なんかあれやそのお店によってのさその自分のこだわりって肉肉屋の始めはタン、もうタンやろ、タンやろ、どう考えてもタンやろ。タンから始まらへん、焼肉は焼肉じゃないと思ってるからうち。いやもうタンから始まらへんかったとしたらそれはもうあれやわ、焼肉屋さんのランチ行った時やわランチって定食として出てくるからさ、そのなんか食べたいお肉ってよりかはさその定食のランチの中で何を選ぶかやん。でもタン定食のそのさお昼ご飯のねこの定食の焼肉ランチを選ぶんやとしたらうちは赤身のお肉を選ぶからタンから始まらへん。ああごめん、やからお前そんなんやねんでって言って。でもさ結局さその女性がさ求めるさ理想の男性みたいな感じ、そのサイズに連れていくやつわかんとかさそういうのを言うんかもしれへんけどさ、結局さ男性にも好みがあるんやからさ、そんなこと言ってる女が苦手な人もそんなこと言ってる女が好きな人もさ、でもその高い店からスタートしなあかんと思ってる女性にはさ高い店をさこうスタートやと思ってる男性が合うやろさ、わかる？あこういう女にはさその安い店からスタートやと思ってる男性が合うんやべさ、なんかもうそれで地球回ってるからそれでええやんって思ってしまうんやけどな。わかる？なんかあれやん、なんでこの人この女の子選んだんやろみたいなさ時あるやん。私一番安いのって嫌やねん、次食べるやつやそれはわかるで姉ちゃん、わかる。
でもさ、なんか早く焼きすぎてさ、それが冷めるのが嫌やけどさ、そんなん食べるのさすぐやねんからさ、なんかある程度準備しとけよって思ってしまうよな。あとすっごい食べ方汚い人苦手。うちさ、アルバイトをするときにさ、すごい飲食店で働いてたからさ、まあ、いろんなカップルのさ、そのご飯事情をさ見てきてるわけ。なんかすごい綺麗に食べようとしてさ、すごいテンパってる女も見てきたしさ、なんかいろんなカップルを見てきたよ、ほんまに飲食で働いててさ。でもなんかあれやよね、すっすごい顔整ってるから顔選んだやろうなっていう人がさ、すっごい食べ方汚い時、お前それでさやっていけんのってさ聞きたくなるよねえマジみたいな、えほんまにそれでいいみたいなでもさ、こうさ料理のタイミングとかはさ、うち見る係が多かったからね、こうなんかテーブル空いてきたな、じゃあ次の料理こう声かけて作ってもらおうかなみたいな感じでさ、こうお客さんのテーブルをよく見ることが多いわけ。やっぱりお客さんの食べるペースとかを見るからさ、イコールさ、そのやっぱりさ見ようと思わへんけども食べるさ、食べてるさシーンをさ見ることがやっぱ多くなるやん。やっぱさあれよね、食べ方汚い人に関してはうちどうしても許されへんかったよね。箸の持ち方も気になる人、気になる。うちんちさ、箸の持ち方めっちゃうるさかったな。パパが箸が持たれへんやったら飯食うな言われてたのよだからさ、めっちゃお箸の持ち方だけはすっごいうるさく言われてきたのね。なんかあれやわ、箸の持ち方とか食べ方とか、あとなんかお茶碗持つか持たないかとかもそうじゃない？こう食べ物をさ取るときにさ、取り皿を持っていって取るのか、こうこう自分ところに持ってくんのかとかもそうやけどさ、なんかすっごいそういうの、こうそういうなんか細かい配慮が気になるのよね。なんかあれ、なんかそういうとこあれなの、うちでさ、こうご飯を食べるのが好きやからさ、自分のご飯のペースを目指してほしくないしさ、自分のご飯の楽しい空間、その一番幸せな空間に邪魔する人がいてほしくないのよだからさ、なんかめっちゃキモいと思うねん、でも自分でもキモいことは重々分かってんねんけど、こうさ自分がさ美味しいな、このご飯食べてる時が幸せやな、美味しいご飯最高って思ってる空間の中にくっちゃ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 言うやつとかさ、箸の持ち方やあかんやつとかさ、ガッチャンガッチャンするやつとかさ、なんかなんか食べこぼし激しいやつとかさ、なんか目の前におるとさうんってなるのよだからあれかも、自分の一番こうさ幸せな空間にいても問題ない空気みたいな人がいい空気みたいな人がいい。もうなんか美味しいねって空気みたいなやからお前ずっと目の前空気やねんって、うるさいわもう終わろう終わろう終わろう、水なくなったし、はあ、食べ方自信ないわ。いやだから空気やったら別に気にならへんな。カンナさんとデートするときはシェアはダメだねってそうだね、それがいいかも。一人一品頼んでね。そうだね、それが一番いいかもしれないね。
空気詰まってる。エミさんと出会いましたが、エミさんどこ行ったんやろうな。エミさんどうしたんやろ。なんか話したいことあるやろうな。好きならおらんくてもいいやん。え、そういうわけじゃ、うち結婚願望はあるんやって。だからずっと言ってるけど、結婚願望はあるの。あるんです。さて、そんなこんなしょうもない話はさておきよ。来週はね、配信するとしたら実家から配信するから、ちょっと実家帰るから、うちせえへんかったら実家楽しんでるんやなって思って。ランキング読みます。1位がとわさん、ありがとう。2位が手巻き寿司おさん、3位がブッシーさん、4位がかわちゃん、5位がのりさん、6位がしましまさん、7位がかばらさん、8位がレジェンドさん、9位がトミーさん、10位がスマイル、11位がアスカ、12位が姉ちゃん、13位がハクさんです。どうもありがとう。めちゃくちゃ楽しい配信だったけどな。いや、なんかこういう話してる時が一番盛り上がるの辛いよな。実家帰るんや。え、だって仕事ないもん。実家帰るもん。だってもうちこっちおってもずっと家おるしさ、そんなん実家帰ってさ誰か喋り合えておる方がよくない。でも見てわかるやん、うちが今日一日家おったもんさ。もうさ、ここのとこずっと来んのやねんって。でも家から全然出ることない、スーパーしか行ってないねん。ってことはよ、ってことは家に誰かおって、もうジジババとずっと会話してる方が全然よくないかなって思う。なんか喋り相手がもう家におったらさ、マジで家から出んくてよくない。うちだってもう家おったらずっと一人でさ、なんかずっとボーっとしてるだけやで。寝てることしかないよりかはさ、昼間さこう喋り相手がおってさ、家でなんかできる方がいいや。さあスクショ撮ろう。あ、とわさんありがとう。よいしょ。スクショ撮るよ。まだどうせうちの家来てソファで寝てるやろなやって。よいしょ。ある程度は喋ってんと逆にしんどいしな。でもずっとしんどいよマジで。今日だから声ガサガサやって。なら決勝予想しようや。友達か。えで言ってさあ終わるよ。みんなありがとう、夜遅くまでありがとうね。明日みんな休みかな、ゆっくり休みなよ。閉めます。え、てかさ、最近さ誕生日の人全然おらんけど、マジ大丈夫？全然なんかみんな誕生日言ってくれへんけど、終わるけどな今日は。終わりまーす。せーの、え、なんと、あ、せーの、大好きなのは、はい、せーの、篠原かな。というわけで今日配信を見てくださった皆さん、せーの、サンキュキュー。ではまた次回の配信でお会いしましょう。以上、かんちゃんでした。またいてね。あ、ラジオの土曜日誕生日な、イヤホン持って帰ってくわ。じゃあ OK、 バイバーイ。5 4 3 2 1、バイバイキン、おやすみー。